まだあれ出てきてないよね。カービン出てないっすね。おかしいな。カービンが出ると信じて。すいません、ちょっと私の力不足です。ブラッドラインを頼むよ、やっぱり後輩。頑張ります。やば、後輩に当たり強いタイプさ。ちなみにエネカプの紫になってるから、代わりに。気になるんですけど、V スポって縦社会すごいんですか。そんなことないですよ。いや、もう全然そんなことないですよ。そうなんだ。すごい、みんな優しくて。あ、すごい、なんか言わされてるからすごいけど、今。なるほど、言うように調教されてます。あー、なるほど、すごい、えらい。教育されてます。こう聞かれたらこう答えるよなーって。さすがだなぁ、もう。すごいいい先輩ばかり。そうだよね。はい、すごい入ってよかったです、ウィスポに。いいっすね。はい。やっぱ先輩だと一番、あれなんですか、ウルハさんを。ウルハ先輩が一番好きです。だよね。はい。あ、まあ、照れるなぁ、そんな言われたら。いいっすね。すごい優しいです。大丈夫ですか、言わされてないですか。全然そんな。いや、大丈夫、大丈夫。もし今、あれです。なんか、ウルハさんが暴力的なことをしようとしたら俺が守るんで、大丈夫です。本音言いましょう。どうすか、本当に大丈夫ですか、言わされてないですか。いや、本音でしょ。いや、本音ですよ。もう、もちろん、もう。ああ、そうなんだ。先輩の前で嘘つこうってないじゃないですか。アットホームな、アットホームな事務所なんで、うちら。ね、そうだね。はい。本当に。イサさん、イサ、こそっと、こそっと聞こえてない、今、ウルハさん、今、聞こえてない、こそっと敵いるかな、敵いるかな、どうかな。いや、でも一番優しいのは、ナズナ先輩かな。あ、ナズナ先輩なんですね。あ、なんか、やっぱウルハさんが一番優しいらしいっすよ。あ、やっぱ、ほんとに、うん、よかった、まあ、いや、照れてな。よかったっすね、やっぱさすがだな。意識してるわけじゃないんだけど、溢れ出ちゃうかな、やっぱり。もう元来の優しさがすごい。あーね、できてらっしゃる。はい、本当に。ちなみに一番怖い先輩は誰なんですか。いやー、なんか、なんか、なんか聞こえてない、聞こえてない、聞こえてない、聞こえてないです。じゃ、怖いイメージがあるのは、まあ、ちょっとなんか、うわ、あー、そうですね。ちょっと、オッケー、言わないです、言わないです、絶対言わないです、これはもう秘密です、秘密です、秘密です。ウルハさん、リサさんが一番怖いって。なにウルハさんが一番怖いって、リサさんが。ねえ、リサ、うちが一番怖いの。え、違います。いや、本当にマジで優しくて全然怖くないです、本当に。うちが一番怖いの。いやいや、全然、全然。そっか。そうなんだ。いや、だからさ、いろいろ考えようかな。え、ねえ、待って、違うんです。でも本当に、でも、本当に。今後から、いや、でも本当に、ね、すごい好きな気持ちは変わりないです。すごい尊敬してます、ね、先輩として。いいっすね、なんか仲睦ましいっすね。ね、行きましょう。